フローンの気候区分とは、ドイツの地理学者であるヘルマン・フローンが考案した気候区分である。フローン・クプファーの気候区分とも称する。植生に着目して作られた欠片の気候区分が結果的気候区分であるのに対し、フローンの気候区分は気候を形成する風景に着目して作られたため、成因的気候区分に分類される。フローンはアジアのモンスーミア、 大気大循環の研究を続け、ボン大学では学生からモンスーンフローンとあだ名を付けられていた。このように風に関する研究を行ってきたフローンは、ケッペンの帰国文で知られるウラジミール・ペーター・ケッペンが1921年に、試みた世界の風地域や、トールベル・シェロンが1930年と1937年に、示した同期工学的な地域構造。 さらには、様々な研究者によって解明された、大気大循環の研究成果を背景として、前線帯などの季節変化や雲域、降水域、乾燥域の季節変化が、大気大循環と関係すると考え、1950年に気候区分を提案した。これは、船員による気候区分として有名なものの一つである。フローンは気候を形成する風景が一年中同じ。 井戸に固定されるのではなく、南北に移動することを利用して分類を行った。ただし、風景に着目して気候を区分したのは、フローンが初めてであったわけではなく19世紀に、主として地形学分野で活躍したウィリアム・モーリス・ディビスは、風景をもとにした区分を提示しており、ケッペンは太陽上における区分に風景とその季節変化を指標として用いている。 フローンによる仮想大陸上の気候区分世界の気候に影響を与える4つの工場風である赤道西風、貿易風、偏西風、極東風がある地域においてどの時期に影響をもたらすかということにフローンは注目し以下の7つに区分した1年を通して赤道西風に支配される地域攻撃は赤道西風、低引きは 貿易風に支配される地域一年を通して、貿易風に支配される地域交引きは、貿易風、低引きは、偏西風に支配される地域一年を通して、偏西風に支配される地域交引きは、偏西風、低引きは、蒸気以外にもいくつかの特徴がある。3と4は、大陸の東岸には発達しない気候帯である。その理由を、フローンは、亜熱帯高圧帯が、 構想において、モンスーントラフが侵入するためとしている。5と 6A の違いは、冬に積雪があるか否かである。さらに、6A は北半球の大陸上にのみ発達する。フローンは、以上のように、気候区分を設定したが、フローン自身は、気候帯の分布を、随地のような仮想大陸上に、模式的に示したにとどまり、現実の世界地図上で表現することはなかった。 クプファーが示した気候区分図判例は本文を参照。フローンが示さなかった世界の気候帯の地図は1954年にクプファーの手によって初めて表現された。クプファーは夏と冬の大気大循環を前提として1月と7月の工場風の分布図を作成、それを重ね合わせることで気候地域区分図を描き上げた。これが図2に示した図である。 クプファーの設定した気候帯は以下の通りである。クプファーは上記の重気候帯に加え特殊の高地気候を設定しヒマラヤ山脈とアンデス山脈が該当するとした。図2の中にはアフリカ大陸の気候帯8と10のように気候帯の境界が複雑に入り組んだ地域が見られる。これは変成風帯の北限及び南限がその時その時の 諸条件で南北に変動するため、一本の境界線が引けず、境界帯となっているためである。全員に着目した気候区分には、必ずしも現実の気候と一致しないという大きな欠点がある。この場合、気候体重に世界最多地域のインドアッサム州と砂漠地帯のソマリアがどちらも属するという問題が発生する。各々の,の,の気候区分にはどれも、 利点と欠点が存在し、目的や適用地域に応じて使い分けることが必要である。ありがとうございます。